ボーフォールはフランスサボワ地方のサボワ県の大部分とオートイコールサボワ県の一部で生産される牛乳を原料としたチーズハードタイプに分類されるジャン・アンテルム・ブリア・サバランがチーズのプリンスとサンジを述べたのはこのチーズを指しているとされる名称のボーフォールはサンジのコミューンの一つボーフォールに由来する同じ地方で生産される アボンダンスとの類似が指摘されるが、大きさは、ボーホールの方が大きい。正確な年代は不明ながら起源は、中世に遡り、バシュランを作っていた人々が17世紀に、クルイエールチーズの製法を導入し、グロビールと呼ばれる、現代のボーホールに似たチーズの生産を始めた。ボーホールの文献への初出は1865年と、され、製法はこの頃から現代まで、 おおむね変わっていないとされる。1968年には、奥認定を受けた。ボーフォールには、故障による分類があり、普通のボーフォールの他に、エテおよび、アルパージュがある。この二つは、夏の間に放牧牛の牛乳から作られる、ボーフォールを指し、中でもアルパージュはシャレで作成されるものに限定される。ボーフォールは、奥認定の際、生産地を、 海抜800メートル以上と限定されているが、アルパー味を名乗るためのシャレは、標高1500メートル以上に立地することが必要とされる。この、ボーフォールダルパー味は、最高級、絶品、個性的で希少で高価などと評される。味は甘みが感じられ、青草、花、フルーツ、ナッツと表現される、複雑な風味を持つ。ワインやクルミ入りのパンと合わせたり、 本流に使っても良い。ありがとうございます。